女子プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。全日本女子プロレス、今日は茨城県土浦にやってまいりました。霞ヶ浦文化体育館からの熱戦の模様をお伝えしてまいりたいと思います。今日は塩野さんお休みということで、私が実況を担当させていただきます。さあ、それでは放送席の皆さんをご紹介してまいりましょう。まずはデイリースポーツの阿部正行さんです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。今日のメインイベント、なかなか楽しみなカードがね。そうですね、ジャパングランプリ公式リーグ戦のね、北斗晶と LLPW のハレーサイトです。お互いテクニシャン同士でね、楽しいこうテクニック合戦が見れると。ああ、なるほど、はいはい。さあ、そして明日香は、よろしくお願いします。これジャパングランプリ決勝にね、進むための大きな一戦ですけども、はい、ジャパングランプリといえば明日香は取ったような話を聞いたことがあります。取りましたよ品川アイスアリーナで、随分昔の話だっていう。いや、もうだいぶ8年ぐらい前で、品川アイスアリーナでジャンプに勝って、あ、それであの武道館でジャガーさんに勝ちました。なるほどね、そういう歴史、素晴らしい試合が、ね、まだ脳裏に焼き付いてるでしょ、みんなみんな忘れてましたか。全然忘れてました。まあ、そういう意味でね、非常に大きい意味を持つ、はい、ジャパングランプリということで、非常に熱戦が期待できるんではないかと、はい、思いますが。さあ、そして、長坂総アナウンサーですが、はい、今日はいろいろ伝えることがいっぱいありますね。8月25日にいよいよ迫りました日本武道館大会ですけれども、それに先立ちまして8月6日に同じ日本武道館で合同記者会見が行われました。全日本女子プロレス、そして LLPW、JWP、FMW の参加選手38名が全て顔を揃えまして、この大会に臨む決意を表明しました。お互いの健闘を称え合って、まあ、それを誓い合ってですね、いよいよ決戦ムードの方も高まってまいりました。さて、番組をご覧の皆様には、この全日本女子プロレス中継の方からはですね、50組100名様をこの試合にご招待したいと思います。ご覧の宛先までご応募ください。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。どしどしご応募ください。覚えましたね。大体合ってましたかね。おお、完璧でした。ちょっと口が回りましたけどね。はい、ということでね、どしどし応募いただきます。ということで今日は、宮崎さん、私ちょっと宣伝があるんですけど。いや、もう試合だから。いや、9月1日ですね。9月1日水曜日なんですけど、久々にライブやるんですよ。ライブ？ライブ。まだ歌歌ってたの？おお。おお。あ、そう。まだ歌ってるんですよ。前よりさ、私今みたいな。ライブって久々ですね。単独ライブはね、2年ぶりか3年ぶり。あ、じゃあちょっと。9月1日に渋谷のギルティという、ライブハウスでやりますんで、夜7時から、平日なんですけど、私の美声を聞きたい方はぜひお越しください。お問い合わせ等はですね、長いな、これね。この辺出てますか？これに出てますか？出してください。お願いします。ここによろしくお願いします。はい。出てるかと思いますが、もしかしたらデクターが出してないかもしれません。はい、ということで、本当に暇な方はぜひ行っていただきたい。はい、それではデクターの模様をご覧いただきたいと思います。ありがとう、忘れないよ。一寸法師にもう会いましたか。この夏、感動のファンタジー、水の旅人。それでもあなたを愛さずにいられない、クライングゲーム。ファーカス、マイラブ。インター F3 93、明日の F1 ドライバーを探そう。シューマッハ、ハッキネン、フィッツパルディと F1 ドライバーが誕生した、まさに F3 世界一決定戦。8月28日前売り券発売。恐竜王国へ行った後は最後の大バーゲン王国。食パンからヘリコプターまで有名ブランド婦人服に紳士服、アクセサリー、ハンドバッグ、高級外車などなど、びっくり価格で宝物に大集合。恐竜の後はバーゲンに行こう。霞ヶ浦文化体育館にブルーのリングがぼんやりと浮き上がっております。非常に不気味な雰囲気が漂っております。30分の一本勝負シングルマッチ、青コーナーからブル中野選手の入場です。場内に獄門島のテーマが鳴り響く中、ゆっくりとゆっくりとブル中野、右手には
ヌンチャク、そして場内を見渡すようにして今青コーナーのリングサイド、エプロンに足をかけてリングに登場であります。一瞬にして華やかなリングに変わります。真っ赤に浮き上がったリングに赤コーナーから伊藤薫選手の入場であります。足早に一気に駆け上ります。果たしてジャングルジャックを離れ独り立ちするのか。伊藤薫トップロックから入場です。それでは今井リングアナウンサーから両選手がコールされます。第4試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー5ポンド210パンブルー中、やはり頂点はこの人ブルー中の青コーナージャングルジャック全日本タッグチャンピオン150パンイトーカゴアジャコールから完全に認められました伊藤薫。果たして独り立ちするのか。阿部さん、まあ、マスコミで騒がれていることですけれども、ジャングルジャック事実上の解散かということなんですがね。そうですね、まあ、現時点で2人ですからね、はい、まあ、解散というか独り立ちしていこうというようなことじゃないかと思うんですけどね。大阪大会で伊藤の力を完全に認めましたアジャコング。さあその伊藤が開始から攻めます。相手はなんとブル中野。この相手に立ち向かっていく小さい戦士伊藤薫。しかしラリアット一戦、場内が大きく沸きます。この人が出てきただけで場内の雰囲気が一変に変わってしまいます。さあそしていきなりの場外乱闘か。場内を見回してまずは鉄柵攻撃、どこに行こうかというような余裕を見せながらブル中野が、さあ全てのコーナーに持っていくのかと思いきや、なんと伊藤薫がブル中野を投げた。伊藤薫が行きます。さあ観客席の方まで深々と一斉、なんと一攻撃、さらに椅子を投げつけている。投げっぱなし投げっぱなし、取っては投げ取っては投げ伊藤薫。これは驚きました飛鳥さん、これですね。そうですね、前回ねアジア戦でも見せましたけど、はい、まあ、この無国旗の強さがいいんでしょうね。今一番脂が乗ってますよね伊藤選手。この小さな小さな選手が大きな大きな女子プロレス頂点のブル中野に立ち向かっていきます。この辺りがアジャコングをしてお前はすごいよと言わしめた、その伊藤薫がすでにリング上立ちはだかっています。先に上がってリングの下のブル中野を睨みつけています。この表情闘志むき出し、エプロンからニュートラルコーナーから足を一歩踏み入れようとしますが、これはなんと伊藤薫に押されたかのように一歩今入るのを躊躇したような感じがありました。しかし青コーナーに大出し、押さえつけようとしたがそのまま押さえ込んだ。止めることができませんブル中野。伊藤薫の勢いか、またも止められない。普段ですとこれ伊藤薫をがっちりと受け止めてその後投げつけるというような体勢が多かったんですが、今日は受け止められません。だいぶねやっぱ伊藤もパワーアップしてますからね。これが伊藤薫のパワーです。さあしかし後ろに投げつけてコールに持っていくか。カウンターワン、まだ料理しない、そういった雰囲気です。いやもしかしたら料理できないのかもしれません。今日の伊藤薫は一回りも二回りも大きく感じます。やっと潰れた、ブル中野が二度目にしてやっと潰した。いやー何かこう最初から驚くことばかりなんですけどもね、飛鳥さん。はい、伊藤選手はねこの間アジアに、ね、認められたという部分でやっぱ精神的にもすごいプラスになってますから、4月26日の大阪大会でしたけれどもね、伊藤お前もう一人で十分やれるよと大きな自信につながったと思います言われたんですよね、うん、まあ、ただちょっと寂しい面もあるんですよみたいなことをね、そうですね、ジャングルジャックとしてやってきましたからね、
ただ試合前にこのブルー中野選手に聞きましたら、やはり獄門島を出て作ったジャングルジャック、それからまた一人選手が旅立っていく、これは非常に嬉しいよという話をしてましたね。それに恥じないように今日は頑張るというふうに試合前に語ってくれましたブル中野選手です。さあそのブル中野、今日は伊藤薫にやや苦戦か。青コーナーに振った、しかしセカンドロープからヒップアタック、よく見ています。伊藤薫ドロップキック、打点が高い、もう一発ドロップキック、素晴らしいバネから繰り出されるこのドロップキック、3連発まだ行くのか、4連発だ。ブル中野もたまらずに倒れます。そしてなんと DDT、 大きなブル中野に対して、そしてフットスタンプ、自分の持てる技をどんどん繰り出していく、フットスタンプ3連発。やはり相手がブルですからね、はい、ちょっとしたら出せるときに全部出した方がいいと思います。なるほど、はい、いやこれ試合前はですね、ブル中野が圧勝じゃないかということだったんですけど、何を何をこれ驚きましたね。もう驚いてばっかりですけども。さあ今度は持ち上げたのは伊藤薫だ。ブル中野を持ち上げてボディープレス叩きつけた。そして自分はニュートラルコーナートップロープからフットスタップ、これはたまりません。カウントが入る、カウントは2、なんとか返すブル中野。ブル中野の表情が険しくなってきます。非常に厳しい、髪の毛を取って全くいつもと逆の絵を見ている。しかしラリアット、ブルラリアット一戦です。5分経過、試合時間5分経過とともに一気に流れがブルガリア、またヒップアタック、そして固めます。さあカウントがまた参る、カウントはどうだ、カウントは2、ブル中野に攻撃するチャンスを与えません。今日の伊藤薫ヒップアタック、これは見ていた。ここでヌンチャクを取り出します。ヌンチャクを使う必要は今日はないんじゃないかと思いましたが、ヌンチャクを繰り出してまいります。ブル中野背中のあたりに巻きついたヌンチャク、しかしこれはロープに近すぎます。アスカさん、これブルが本気出してきちゃいましたね。ね、こう大技使ってますからね。しかし決まりません。ちょっと体勢が崩れた、タワーボムに持っていこうとしたんですが、一瞬、中谷君、はい、伊藤にねちょっと話を聞いてみたんですけどもね、まあ、ジャングルジャックがね、はい、この先どうなるかっていうのはもうアジャーコング選手のね、はい、胸3分なわけですが、ちょっといきますね。さあギロチンか、ここでギロチン、アジャコングを沈めたギロチン、カウントは3、今までの伊藤だったら、ブルはギロチン出さずに勝ってたでしょうね。でしょうね。敗れはしましたけど、ギロチンまで出させたという意味では、まあ、今日は伊藤頑張ったでしょうね。頑張った伊藤に大きな拍手が送られています。ブル中野はその伊藤を一人置いて、ゆっくりとゆっくりと控え室に帰っていきます。最後はギロチンドロップで女王の貫禄を示しましたブル中野選手、こちらの方に戻ってきました。お疲れでした。お疲れでした。正直言うと、もっと簡単にブルー中野選手が倒しちゃうんじゃないかと思ってたんですが。そうですね、今伊藤たちの代バット渡辺長谷川はすごい近づけてるんで、あっちも多分先制攻撃でねスタートの方を追い込んできたんで、これは多分早く出してくる、あのフットスタンプをね出してくるなと思ってて、やっぱやった、やられたんで、こっちもそんなに急ぐんなら決めてやるぞみたいな。でもなんか伊藤相手にこんなにいい汗を流せるような日がこんなに早く来るとはっていう感じじゃないですか。そうですね、まあ、でもみんな本当良かったんだけど、それがまあ出てなかっただけで、この俺やっと対抗戦とかでそれを出せるようになったんで、これから本当楽しみですね、みんな。なんかトップに立つブル中野選手としては、こういう若手の選手がね頑張ってくれることの方が何か嬉しい感じもあるでしょ、はい、そうですね、また新しいライバルになっていただければ、ね、はい、ね、ブル選手もまだ老け込まなくて済むんじゃないかという感じがします。ないですけど。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
える合言葉は踊り出た踊り出た、みんな見てね。中国大展覧会、恐竜が来た磯越磯越、横浜プリンスホテルにてただいま開催中。中国太古の恐竜を日本初公開、恐竜が来た磯越磯越。嬉しい時には口を見ろ、寂しい時にも富を見ろ、日本全国富を見ろ。結末が2つあるドラマ、 IF もしも。小さい頃の環境が大きく人間を変えるとしたら、花か宝石か、あなたは。木曜夜8時。30分の一本勝負、今井リングアナウンサー両選手の紹介であります。第5試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、ジャングルジャック 3WA 世界シングルチャンピオン230パウンス、アジャコンク。バット吉永から目を離しません、アジャコング。赤コーナー、極門灯 3WA 世界格闘技チャンピオン170パウンス、バット吉永。バット吉永も負けてはいません。レフリー村山大地、 3WA 認定の世界格闘王であります。さあ、アジャコングの雰囲気が今日は非常にアスカ良くないです ね寝起きが悪かったんじゃないですか。そうなんです。ちょっとあの私は取材にね、行ってきたんですけどもね、起こしちゃったんでしょう。ジャングルジャックのこの解消か否かという点についてちょっと話が聞きたくてね、行ってきたんですが、ちょっとバスの中でまだね、アジャコングはお休みの最中でしてね、それを起こしてしまったんで、それが原因かもしれませんが、ややアジャコングがご機嫌斜めでありまして、さあこれがどうでしょう。バット吉永相手で余計火がつかなければいいんでありますが、さあ、あっとキックで返していったらありがとうか、と足払い、あー負けておりません、バット吉永。さあ阿部さん、非常に楽しみなシングルマッチになりましたね。なかなかバットの動きがいいですよね。いいですね、非常にこの上下を使ったね、いい技の書き方を見せてますが、やっぱね、素早い動きでね、アジャのこの下半身を狙うというのはいいと思います。いいかもしれませんね。さあ、しかしここはアビス倒していったアジャコングであります。
さあそしてキャメルクラッチに入っていきます。結局そのジャングルジャックのね発展的解消という、まあ、伊藤薫選手は独り出しでも十分じゃないかというようなねそんな話もあったんですが、結局その寝起きの時にですね私が行きまして話が満足に聞けなかったんですけれども、どうでしょう長坂アナウンサーその辺のところは聞けました、はい、今ですね、実はこちらに入ってくる直前に僕聞いたんですよ。あそうですか、それもちょっと機嫌の悪さの一つになってしまったんじゃないかなと思うんですけど、発展的解消と考えていいんでしょうかという質問をしましたらね、なるようにしかならないんだよ。ははでどういうことですかと聞いたら、まあ、それ以上のコメントはないんだと。あそうですか、それ以上でも以下でもないそれだけだと。なるほどと言って、あの暴れ方ですからね。そうですね、ちょっと申し訳ない、三宅さんには申し訳ないことしたんですけどね。それどういう意味でしょうか。いやこのままでいくとおそらく放送席はただじゃやれないんじゃないですかね。いや最後にじゃあ火をつけたのはね、長坂アナウンサーということで、どうしようもないアナウンサーどうもですね。こんなところで2人でこう引き合っていてもしょうがありませんけれども、しかしながら、まあ、ジャングルジャックがどうなるかというのは別にいたしまして、伊藤薫選手が独り立ちし、そして、まあ、ジャコング選手とこれからまた戦っていくというようなことはおそらく阿部さんこれからもあるでしょうね。うん、そうですね、まあ、いい意味でのねこう、はい、シングルプレイヤーというかね、はい、シングルでお互いこう独自の道を歩んでいけばいいんじゃないかと思いますけどね。そうですね、はい、さあまあその辺の話はこのくらいいたしまして、リング上の動きに注目していきたいと思いますが、強烈な水平打ち、さあもう1回、おっと、あこれは今日のアジャコングのやっぱり気合の入り方は一味違いますね。カバーを外しましたね。これアスカこのリングサイドから見てましてね、はい、アジャの、まあ、雰囲気というのは、まあ、そういったちょっと誤禁を損ねるようなことがあったかもしれませんが、そういうにも増してちょっとバッテ吉永に対する気持ちっていうのも結構あるんじゃないですかね。これそうですね、そういう意味でやっぱりバッテ吉永っていう選手を認めてる部分はありますし、あるんでしょうね、やはりキックの部分ですね、やはりアジャも入門前空手習ってましたし、はいはい、そういう意味でね試合中キック出したりしてますけど、やはり格闘技チャンピオンのバットの蹴りの方が、まあ、注目されやすいということで評価を受けてますんでね、まあその辺がもしかするとアジャの場合いわゆるライバル意識をくすぐられているのかもしれませんが、まあ、こんなこと言いますとライバルなんてまだ10年早いなんてことをアジャは言うかもしれませんけれども、何かそんなような闘志のたぎりというものを今日のアジャの目の中に感じているわけであります。さあいった、これがバット吉永の凄みであります。後頭部これはちょっと浅かった。さあどっから来るか、あーっとラリアと、これはファス政権極真中村門下で鍛えましたキックあるいはパンチ、こういったものが次々と出てまいります。リング中央、さあ持ち上がるか、あー今度は膝を2発決めました。あークローですか、アイアンクローだ。最近阿部さんこのクロー攻撃が目立ちますかね。どうなんですか、珍しいですね。あそうですか、あんまり見たことはないですよね。アイアンクローを見せております。このアイアンクローなんですけどね、最近結構出し始めてるそうですね。このところですか、で自分の技になりつつあるという話をしてましたよ。ああそうですか、はい、握力結構あるでしょうね今のね、アジャの苦しみ方を見ますとね。さあ首を固めに行きました。5分間を経過いたしました。ああしかしこうやって見てましても、アスカこれバットってのはアジャコングに対して体格的にも技的にもね、はい、十分これは太刀打ちしていけるような雰囲気をここまでの5分間は見せてますよね。そうですね、まあ、バットはバットでやっぱり格闘技チャンピオンなんだっていう、ね、まあ、レスラー、もう本社レスラーですけど、はいはい、まあ、そういうねチャンピオンベルトも巻いてることですし、はい、そういう意味では気は引いてないと思いますね。まあ、この人は新人の頃からね、全くそういう先輩への手加減なんてことはねないそうでしたからね。さあ思いっきり持ち上げたアジャコング、あっとエルボー肘打ちであります。さあそしてもう1回かロープに振る、あこれはアジャ、これはアジャならでは、しかしキックで返す、あの体勢からキックで返していった。
さあそして裏アキです。次々と技が連携されていきます。今日の阿部さん、このバットの戦いぶりっていうのは非常にいい形になっていると思うんですが、どんな風に映ってます？まあ、常に下からね、攻めると、まあ、攻めは要するに上下を切り分けるとかですね、はいはい、非常にこういい考えた攻め方をしてますよね。そうですね。アスカも今とうなずきましたけれども、やはり同じような考え方ですか？はい、やはりまあ、上背はやっぱりアザの方が大きいですから、もっとも大きいですけど、はい、そういう意味でやっぱり下から攻めていく方がバットとしては有利ですよね。いわゆるアスカがダンプ松本あたりとね、あーっと攻撃感が出ました。戦っていた時にはやはりそういうことってのは考えました？そうですね、やはり力で押されてしまうので、やっぱりどこが一番弱点なのかということを、さあちょっと話が途中になりましたが、今思わずこう放送席の目の前にバットがやってまいりまして、ちょっとバットが朦朧としています。放送席の目の前、あっと手下げる強烈であります。さあそして放送席のあたりにやってまいりましたが、後ろ側客席に投げ飛ばされていった。ちょっとバット吉永の意識が朦朧としているか、やや頭から今、あーっと強烈椅子攻撃です。椅子攻撃を受けました。さあそしてあと さあ危ない、バット吉永危ない、放送席の後ろ側を駆け抜けていきました。バット吉永放送席の後ろを駆け抜けていった。今本部席の後ろです。今本部席の後ろです。ややいつもと違うというそんな感じであります。選手に近づきます。さあちょっと放送席がめちゃくちゃに壊されてしまいましたけれども、バット吉永が引きずり回されています。ご覧のようにリングを一周しています。いやもう完全にバット吉永が朦朧状態で、こちらに投げ飛ばされましてもほとんど防御することができませんでした。いやアスカ、はい、台風が今通り過ぎましたね。今三宅さんの方ちらっと見てましたよ。あじゃあ見てました。じゃあ私の方を狙ってったんですかね。狙いましたね。あれはやはり先ほどの質問が悪かったんでしょうかね、タイミングがね。それにしても久々に見るアジャコングの台風のような、本当に何か後ろを駆け抜けていった、一陣のつむじ風か。さあカウント18になりまして、後頭部を抑えながら、しかしまだどうか、ああ投手の炎はまだ燃えたぎっているか。バット吉永がようやく今エプロンサイドまで戻ってまいりました。いやー一瞬、しかし私もどういう状況でこちらの方に向かってくるのか分かりませんで、ほとんど受け身が取れない状態でありましたが、さあバット吉永、そしてアジャコング、リング中央に戻りました。首やった。先ほど阿部さんどうですか、放送席の目の前落ちてきた時にね、かなり後頭部を打ったような感じだったんですがね、一瞬朦朧としてましたけどね、バットね、はい、まあ、大丈夫のようだと思いますよ。大丈夫ですかね、まだ目の光はね、まだアジャコングをじっと睨みつけておりましたんでね、その辺の闘志というものは消えてはいないようでありますが、しかしこのリング一周の間にかなりの体力を消耗しているバット吉永。さあアジャコング、このまま一気にフィニッシュに行くか。久々のアジャ台風が駆け抜けました、霞ヶ浦文化体育館であります。さあフォールに入る、あー決まるか、 2.5、 まだ死んではいない、バット吉永まだ死んではいません。さあそしてタイルドライバーが、いや違う、あーバックブリーカーに入った、バックブリーカーに入ります。さあそのままそしてニュートラルコーナーに打ちつける、そしてまだまだその後続きます。さあアジャコングが突進、バット吉永なすすべがありません。完全に場外乱闘からバット吉永の勢いがなくなった。当初はバット吉永の勢いがアジャコングをあるいは上回るかという状態になりましたが、一気に形勢がアジャコングの方に流れていく。どうか、うーカウント3、ギリギリのところで左肩が上がりました。
やっぱりアスカアジャってのはああいう流れの変え方ってのはうまいですね。うまいですね。悔しいけれども天下一品ですよね。完全に安倍さん流れが変わっちゃいましたもんね。あっとダメ。さあもう一回いくかどうか。ああ見せ蹴りは空発。あっとこれもダメ。バックハンドブローも空振り。さあ見せ蹴り完全に見切っている。やはり浴びせ蹴りの前に一発を受けるのが欲しいですよね。あーなるほど。さあどうか。あーそのまま落とした。どうだどうか。いいタイミングで入ったんですがカウントは2つ。さあバットまだ負けてはいません。やはりバットはまだ死んでいなかった。最上段に戻った赤コーナーサイド。さあ何が出るか。ダメだこれは。かわされたがどうか。バックハンドブローかわした。そして後頭部に一発蹴りを入れておいて浴びせ蹴りか。いや違う。さあ落とされた。コングが今度は1本2歩と上がっていく。セカンドロープからこれで決まりか。どうだ。カウント2つ返した。バット吉永返します。いやよく返してます。普通だったら決まる体勢ですが、さあロープに振った。もう形勢逆転はないよ。上げて蹴り上げて蹴り。チャンスチャンス。どうだ。バット吉永でしたが天候に一滴浴びせ蹴りついに決まったか。さあニュートラルコーナーへ。もう一回か。もう一回。これは外された。やや朦朧としているアジャコングだが、さあどうか。裏剣外すとロープを使って、あーカウンターの裏剣。朦朧としています。バックを取った。バックドロップか。バックドロップ急降下爆撃。さあこれは決まっただろう。これはダメだろう。カウントミス。ドロップ一戦アジャコング、バット吉永をマット上で葬り去りました。あーしかしこのアジャコングの表情、いやーあった、はい、どうなんだろうか。いやでもアジャが勝って勝利を手中にして、あのバテたのは初めて見ましたね。転がってたの、あんなアジャっていうのはね初めて見ましたね。結構浴びせ蹴りが効いてるんじゃないですかね。効いたんですかね。阿部さんこのバットがよくやりましたね。そうですね、大健闘ですよね、はい、あそこまでアジャを追い詰めたのはね、はい、いやしかしながらやはりアジャコングの猛威という感じでありました。いや大暴れのアジャコング選手でした。どうぞおめでとうございます。ただ今日はちょっと苦戦したんじゃないかなというふうに映りましたけど。そうね、やっぱり今日のバットもそうだけど、この間の伊藤長谷川とかね、あの辺の平成元年組っていうのはね、もうそろそろ後輩とかそういうね立場、どうしてもリングに上がった時に先輩後輩の図式が見えてくるようなことが今まであったんだけど、もう今回やってみてもそういうのがなくなって、本当にね普通にライバルとして浮上してきたから、やっぱりまあ今までみたいに一筋縄じゃいかなくなったからね。いやこのアジャコング選手からライバルという言葉が出ました。新たな戦国時代突入のようです。おじいちゃん、一寸法師が勇気をくれた。この夏感動のファンタジー水の旅人。恐竜王国へ行った後は最後のダイバーゲン王国。食パンからヘリコプターまで有名ブランド婦人服に紳士服、アクセサリー、ハンドバッグ、高級会社などなど、びっくり価格で宝輪に大集合。恐竜の後はバーゲンに行こう。俺たち家族になろう。幸福と波乱は背中合わせ、素晴らしきかな人生。木曜夜10時、熱き青春のドキュメント、熱唱カラオケ甲子園夏の全国大会。全国よりすぐりの8校の生徒たちが歌とパフォーマンスでカラオケ日本一を目指す。金曜夜7時半、この夏カラオケが熱い。
さあそれではこれから華やかな6人タッグマッチでお楽しみいただきたいと思います。リングが青く染まっております。これから青コーナーの選手の入場であります。6人タッグマッチ青コーナーから登場するのは井上貴子、そしてその後ろから南鈴鹿、そして堀田由美子であります。一転してリングが赤く染まりました。45分日本勝負6人タッグマッチ、これから赤コーナーの選手が入場。あっという間に井上京子が駆け抜けていきました。さあその後ろから黒いコスチュームゆっくりと豊田真奈美であります。そしてその後方から山田敏夫、例によって忍者装束リングに一礼して、赤コーナーのリング上山田豊田井上京子のトリオが登場いたしました。非常に豪華な6人タッグマッチとなりました。今日のセミファイナルであります45分の一本勝負。さあ全選手これから次々と紹介されていきます。155パンス井上貴子 8.25 武道館決戦では QT との戦いが控えています。160パンス南鈴鹿、黄色いテープが舞い込みました南鈴鹿。同じく180パンス堀田由美、こちらにも黄色いテープ堀田由美子であります。赤コーナー175パンス井上京子、武道館では神取忍が待ち構えています。井上京子、同じく IWA 世界女子チャンピオン150パンス豊田真奈美、ピンクのテープが舞い込みました。霞ヶ浦文化体育館豊田真奈美がコールされ、そして最後に山田敏夫です。山田レフリーフライパー第一。さあ堀田南井上貴子、そして山田豊田井上京子と、セミファイナルは非常に阿部さん豪華な6人タッグというね、そうこれだけの6人タッグは久々ですね、うん、まあバラエティ飛んだ顔ぶれでね、どんな試合になるのかなっていう楽しみがありますよね、ちょっとこれは予想するというよりもね、何か楽しみがね、先に立つような試合になりますね。そうですね、武道館に向けてね、どれだけいい試合やってくれるかっていう楽しみです ね、 そうですよね。本当にこの大一番 8.25 日本武道館決戦が近づいてまいりまして、まあ、我々も胸躍るわけでありますが、飛鳥選手もですね、はい、そろそろ武道館に向けて新しい技あるいは対象を万全に持っていくとかね、あるいは敵に自分の強さをアピールするとか、いろんなことを考える時期ですよね。もちろん考えてると思いますね、さあ3人攻撃になった。赤コーナーサイドの3人攻撃であります。さあ山田敏夫が出てまいりました。そして井上貴子、さあ山田が捕まったとキックであります。さあそして南鈴鹿、そして堀田由美子、今度は青コーナーの3人攻撃、まずは両チームのコンビネーション勝負という感じになりましたが、さあリング中央パイルドライバー、スムソンパイルドライバーであります。アカウントは2つ。さあそして南鈴鹿にタッチ、このあたり非常に目まぐるしい序盤であります。さあ飛鳥はこの、ね、6人のこの戦いの中でね、どの選手のどんな戦いに注目したいですか。そうですね、いろんなキャラクターがいてちょっと目移りしますがね、目移りしますけどね、どうかな、まあ、それぞれがね 8.25 大きな試合控えてますからね。そうなんですよね、この南鈴鹿も、まあ
今度の日本武道館ではもちろん試合がありますけれども、はい、あのやや左足首をね、痛めてるっていうのは、それがね、骨折なんですよね。ちょっとそのあたりが気になるところでありますが、ただそのギブスをですね、外しまして、その上にテーピングをしての出場なんですよね。ねえ、本当は外しちゃいけないでしょう、全治2ヶ月という診断をなんと11日休んだだけで出てきてしまったということなんですよ。なるほどね、はい、まあ、休んではいられないというところでありましょうか。リング上は山田と堀田の強烈な蹴り合いでありました。やはりしかしキックになったら堀田か、しかし我慢している山田、背中のあたりに堀田のキックが炸裂しております。まあ、この山田あたりは阿部さんね、今度の 8.25 というのはかなり気合が入って臨むんじゃないかと思うんですがね。そうですよね、まあ、どの試合もね、はい、対抗戦というのもありますしね、やっぱり大舞台ですからね、選手はもうちょっと尋常じゃない乗り方しますからね、さあそしてこのトヨタも、まあ、前回あの横浜アリーナのね、一番最初のオールスター戦ではやや自分たちの力を出し切れずに終わってしまったという山田トヨタでありましたから、その汚名返上というような気持ちもおそらく武道館ではあるんじゃないかという、そんな気もいたします。さあ、まあ、トップロープまで使っていったトヨタマラミー、この人のこの動きがファンを酔わせます。さあそして腕を固めていった、さあそしてそのまま投げに入る、そしてそのまま腕ひしぎ逆十字、鮮やかな連携プレーを見せていますトヨタ。まあ、武道館に締めやな試合を控えてるんで、今日はこれだけの顔ぶれですからね、逆にあの楽しい試合をしてほしいですね。まあ、激しい試合はもちろんですけれどもね、楽しませるレスリングというのもね、やってもらいたいという気もいたします。あ、しかしこの人の足技、手と足を使ったこの巧妙な、いわゆるメキシカンストレッチのような形になりますが、アスカ毎度毎度言うことですけれども、その人は見るたびにいろんな技見せてくれますよね。そうですよね、コスチュームから言ったら強固らしさが出てますよね。そうですね、最低な、そろそろみんな新しいコスチュームを作り始めてるんでしょうね。そして武道館に向けて、武道館ではみんな新調したコスチュームが見られるんじゃないでしょうか。そのコスチュームの話でいきますとね、井上貴子選手今日新しいコスチュームなんですよ。これ、あ、これがそうなんですか。あの夏をイメージしまして、なるほど、すがすがしい感じを出したということなんですが、なるほどね、このね、お腹のあたりちょっと抜けてますよね、これがお腹を気にしましてね、乙女心出たんですかね、はい、3キロ減量したそうですよ、このコスチュームのために、ね、ために。あ、なるほどね、まあ、キューティーとの対戦が控えているわけで、まあ、体格的には、ね、3キロぐらい減量しても大丈夫でしょうけれども、さあ焼け火の対戦に入っています。私たちの時代ね、ああいうコスチュームがなかったんで、あの客観的に言うとどうやって着るんだろうみたいな、なるほど、感覚がありますよね。あ、アスカも着たかったですか。もちろんよく似合ってたと思いますよ。そうですね、自分で言うなみたいなさあ一人ツッコミ一人ボケ状態になっておりますが、放送席のライオネスアスカであります。さあ足を捉えて、この状況がかなり長く続いておりますが、あまり大きなダメージを受けたくないという気持ちももちろん選手たちが、ね、ありますからね。選手たちはこのあと3日経ちますと待望の夏休みということで、6日間ほど休みがありまして、まあ、そのあたりで影響を養って、そして大一番武道館を迎えるというそういう状況になっております。サロープに古南鈴鹿、セカンドロープを使った、これが井上京子らしさというところであります。そしてこの人はもうこの表情で本当にこの自分の気持ちを正直に出していきます。さあこの京子スマイルに誘われてバックブリーカーに決めています。さあさあどうか、京子コールが起こる中バックブリーカーを見せていきました。リング中央、これも阿部さんスピニングトーホールド系ですけども、なんかね変わった感じ出してますよね、うん、やっぱりあの、全ての技でね、オリジナル性を出そうと、ね、許しますからね、なんてことないね、ところなんですけども、あれでちょっと今日このね、感じがまたね出てるなという感じがするんですよね、それからですね、あのこの井上京子っていう選手はすごい古い技を紐解いてくるんですよ。あ、なるほど、いろんな資料からね見つけてきちゃ使ってみるっていうね、そういう趣味もあるらしいですよ。なるほどね
ああそうか、スピニングトーホールドってのはもうずいぶん昔の技なんですかねそうなんですね。でもなんか今、あの山田トヨタのこうダブルの技で思ったんですけど、はい、久々ですよね。あ、山田トヨタのコンビ6人タッグといえど、あ、そうですね、しばらくあのタッグを解消というね、ことになってましたんでね、もう一回新たな自分たちのいわゆる自分たち自身のね、面を出して、それからもう一回2人で組み直そうという、まあ、山田トヨタのコンビというのはそれから 一時封印という、ね、ことが決まったわけでありますが、まあ、今度のオールスター戦でももちろんこの2人のタッグというのはありません。どうですかここまで見て、まあ、今日は久しぶりのタッグになりますが、アスカの目から見てね、はい、この2人から徐々に変わってきてますか。今トヨタから山田にタッチされていきましたが、そうですね、まあ、逆にあの1人ずつでやってる、ね、シングル同士で戦っている時に養われたものが今多くあの全面的に出てるんで、はい、まあ、タッグとしてはね、まだちょっとわからないですけど、あのプラスになってると思いますよ。あ、そうですか。コンビを解消したことは、まあ、それがゆくゆくまたコンビを、ね、あの継続するのか、そのままシングルでいくのかは分かりませんけど、はい、あーとーこのまま投げ飛ばしていきました、まあ、そのあたり第2のクラッシュギャルズといいますかね、クラッシュもやはり同じような道取りをたどって、はい、一人一人が力を蓄え、そしてあのクラッシュ自体を築いていったわけでありますが、はい、それと同じような道を山田トヨタが歩むことができるか、まあ、それが自分たちが決めることであります。さあジャイアントスイングに入った、3回転、4回転、5回転、6回転、さあ霞ヶ浦のファンが声を揃えてその数をカウントしています。京都の訪問もおろうとしている。いやー22回もありました。飛鳥さんどうぞ、どうでしょう。いやーやっぱすごいです ね、あそこしっかりしてますよ。もう飛鳥が何かにっこりしながらね今の技を見ておりましたが、さあそしてこの後でこのローリングクレードルは効くだろう。強烈であります。ジャイアントスイングの後のこのローリングクレードル、もう南鈴鹿の頭の中はぐちゃぐちゃじゃないか。船酔い状態でしょう。これはもう大変な状況でしょうね。いやー、阿部さん、この連携プレーはいかがですか。まあ、結構強烈ですよね。強烈ですよね、これは。やられる方の身になるとね。いやー、そして今日もいつもより何か余計に回っている感じ、カウント2。スイカも20回転ぐらい回しましたね。ローリングクレードルも相当回っておりました。これではたまりません、南鈴鹿。ああ朦朧としている立てない南鈴鹿、ようやく立ち上がった。しかしなんとか相手の動きだけは見ていられた。堀田が変わって出てくる。南鈴鹿なんとかピンチを逃れた。赤コーナー絶好のチャンスを逸してしまいました。さあそしてまたもキック、またもキック。まあ今のところ見ると赤コーナーの方が連携がいいみたいですね。ああそうですか。今何かあった音がこの辺まで響いてきましたね。胸元にドスンと入りましたね。猛烈でしたね。さあもう一回か、これまだった。ホールに入ります。カウントは2つ。試合時間10分経過、10分経過、試合時間10分が経過いたしました。非常にこの回転の速い目まぐるしい展開になっている6人タッグマッチ45分1分勝負。ファイルドライバーであります。さあそしてもう1回か、3連発。なんか一つ一つの技に阿部さん固執しているという感じがね、各選手見えますね今日 ね、まあ、やっぱり自分の色を出そうみたいなところもありますしね。はいはい。ダブルアームのスープレックス、村山大地レフリーのカウントが入る。カウントは2つか。さあどうか、ここで堀田とダブルという声が大きく館内に響き渡りました。再攻撃。さあ堀田がセカンドロープ、そこに持ち上げていく井上貴子。さあ肘が炸裂していった。カウントは2つであります。お
本当に目まぐるしいタッチワークで次々に選手が変わっていきますので、非常に立つ時間が早く感じられます。さあどうか。あー、この辺の堀田の表情も何年目ぐらいからですかね、アスカ、この人の表情にもすごく ね色が出てきたですよね。昔の音だったらそこでまあチェンジさせちゃってますよね。そうですよね。全日本女子のまさにトップクラスに位置している堀田恵美子、そういった心の余裕といったものも出るんでしょうか。非常にリング上での表情が豊かになりました。おっと、これは不発になった。さあどうか。ロープに振ります。振り返された山田。ああ、ラッキーか。先ほどのお返しとばかりに南鈴香、ようやくどうやらさっきぐちゃぐちゃに引き回された後遺症が解けたようであります。腰のあたり落ち着けます。ややロープに近いか。エプロンサイド、ロープにかかっています。しかしこれ安倍さん、予想が難しいですね。どういう決着になりますかね。ちょっとなんとも言えないですよね。まあ、そのうまくね、捕まってこう分断されたところが勝負どころですけどね。どう分断していくかですね。まあ、おそらくそのあたりを、まあ、山田トヨタのあたりが考え、堀田南あたりが考えということになるんでしょうか。まあ、どちらかといえばね、赤コーナーの方がさっき言ったようにコンビネーションはいいですよね。あ、そうですか。出るタイミング、変わるタイミングね。あ、なるほどね。62年組が中心になった赤コーナー、そして60年組が中心になった青コーナーという図式になります。そこに昭和63年組が分断して入っているという今日の6人タッグマッチの図式であります。さあ行ったらありがとう。早いブレンバスター、井上貴子が朦朧状態。この茨城は、まあ、準ご当所ということになります。ここから車でほど近い取手出身のこの井上貴子でありますが、ややここは劣勢状態だが、さあどうか。バックフリップ、ダブルチョップ。この人の技の出し方、声の出し方、霞ヶ浦文化体育館のこのファンの皆さんが一気に引き込まれていきます。さあそしてここからまたストレッチ技。さあ持ち上げた。同期生対決になっています。井上京子、そして井上貴子。この井上貴子もキューティーとの阿部さん対決が控えてますが、アイドル対決とは言われてますけれどもね、本人たちは何か違うものを出したいみたいですね。そうですね、まあ、お互いにね、言われてるほどこうなんですか、外見の勝負というのもね、その頃、はい、内容も伴ってきてますからね。井上貴子自身もね、随分このレスリングスタイル変わってきましたよね。安定感は増してきましたよ。あ、そうですか。安定感も出てきましたか。もう受けの強さもありますしね。はいはい。今これだけ集中砲火浴びてもね、しっかりカウント2で跳ね返せますからね。おそらくどうでしょう、この後逆転の図式があるか。さあここは青コーナーに飛んでいった。そのままタッチという形になりました。ブロックが入った。いやー、霞ヶ浦のファンもこの技の凄さをよく分かっています。一気にトップロープまで飛び乗った豊田真奈美の真骨頂。さあそしてセカンドロープ、トヨタが舞う。まさにリングの舞い姫。さあそして頭を掴んだ、髪の毛を掴んでブレンバスター、そのままホールド。カウントは2つ。いや、しびれますね、アスカね。すごいですね。しびれる。かつてあれは昔あのトミー青山選手が、ああ、トミー青山選手ね、はい、懐かしい名前が出てまいりましたけれども、そういった技がまあ、何年かしてまたね帰ってくるというのもこの女子プロレスの醍醐味にとってもありますね。今出てまいりました井上貴子もあのオーロラスペシャルというね、昔ミミ萩原選手がね使っていた、昔はミミスペシャル、ミミスペシャルといったね技でありましたが、そういった技もこの女子プロレスの長い歴史の中で面々とつながってきているわけであります。そしてこの現在のリングに新たな形で蘇ってきている。その現代のリングを彩る選手たちが、さあまた中央舞う。肘が落ちた。さあこれは完全に赤コーナーサイドが止めているがどうだ。
モローは完全に止めていました。山田トヨタのコンビでありましたが、しかしなんとかここは自力で井上貴子跳ね返しております。さあもう一回ガーッとダメ。さあこれタッチ、南が飛ぶ。あのまま行きますと阿部さん、ナイアガラという形もありましたもんね。今ね、いいつもりだったと思いますよ、ね。うまく避けました。さあセカンドはトップロープからトヨタ、これも自爆であります。さあそしてパワーボムか、パワーボム、パワーボムが決まった。カウントどうか。ここは山田が出てまいりました。さあそして井上貴子、さっきのお返しはこれか、あーとオーロラスペシャルにはいけなかった。そのまま抑え込まれた。どうか、回転エビ固めになってしまった。そして山田敏夫が出てくる、逆に振り返される。しかしあーとキックが飛んだ。山田が吠えました。しかしバックから掘った。この辺りの攻撃パターン、各チームとも連携プレーが一気に噴出してまいりました。そしてキックが飛ぶ、顔面強烈、顔面キック。井上貴子大丈夫か、起きて破りの顔面キック。あまり阿部さん、顔面にキックというのはね、プロレスの場合は見せないんですがね、アスカの時代ってありました、顔面キックって。あ、私は相手を選びましたね。私顔面キックするときはちぐさにしかやらなかったですね。ちぐさもそうでしたから。なるほどね、お互いやっぱり、受けができるっていうか、はい、難しいですよね。そういう意味では今見てるとちょっと危ないですよね。いや、今のはでも強烈に入りました、ね、左の目のあたりが大きく腫れています。ほとんど左目のあたりは視界不良か。井上貴子たまらず青コーナーサイドに倒れ込みながらタッチを求めました。井上貴子、この後大一番も控えている、ちょっと心配です。さあ飛んだ、今度は山田トヨタの連携プレーだ。さあロープに振るダブル攻撃、さあ2人を一気に捕まえた堀田由美子。この辺りは貫禄を見せるか。そして堀田南の60年コンビが炸裂する。あー先頭はダメ、ダイビング戦闘がふわふわ。さあそして持ってこいとばかりにトヨタでありますが、このコンビプレーも不発に終わった。さあそしてリング外に出てまいります、リング外に出てまいります。場外乱闘か、あと飛ぶか。あーさっき目を痛めたばかりの井上貴子が飛ぶが、これは同士打ちか。どうですか阿部さん、同士打ちになりましたかね。同士打ちですね、避けましたね。今のはどうですか。相手に当たりました、ちゃんと当たりましたかね。どうやら当たった、当たった。どうやらトヨタマナミのトップロープからの攻撃は有効だったようであります。さあセカンドのトップロープ、さあ今度は62年組が中央だった。これで決まりか、カウントが入る。これで決まった、カウント3が入るかと思った。寸前、村山大地の手がマット寸前で止まった。さあそしてムーサルトプレスか、ムーサルトプレス自爆、ムーンサルトプレス自爆に終わった。さあそして今度はホッターが出てきた。さあどうか、さあどうか、右から20分経過、3人が出てきた。青コーナーサイド2人はややグロッキー状態か。ここはホッター1人が頑張っている。さあ堀田が決めるか、堀田が決めるか。赤コーナーサイドはまだ3人いる、ラリアート、これはかわされた。青コーナーサイド、しかし今度はトヨタ、トヨタ、トヨタ、逆転のトヨタ、高さを抑え込み、20分20秒、いやー、最後は世代決着。いやもう最後は目まぐるしくて、私も実況を追うのが正義と、はい、まあ、本当ね、ちょっと意外といえば意外ですよね、最初なのでね、決まるという感じでね、まあでもちょっと青コーナー残り2人がバテてましたからね、はいはい、そういう意味ではまあ妥当な結果じゃないですか。そうですね、アスカどう見ました。阿部さんと同意見ですね。そうですか。まあ、前半からねコンビネーションが本当に赤コーナーの方が良かったんで、その勝利だと思います。もう、はい、青コーナーのコンビネーションのスタートが遅かったですね。そうですか、はい、山田トヨタ井上強国に一瞬の逆転技で勝利を収めています。
まさに全日本女子プロレスらしいプロレスを見せてくれました赤コーナーの3選手です。おめでとうございます。どうぞ。いや、このトヨタそして山田が2人揃うのも久しぶりに見たなって感じしますけど。そうですね、久しぶりにこういうテレビの時に組んだんでやってて楽しかったんじゃないですか。そうですね、久しぶりだったんでなんか連携とかも結構うまくいったと思うし。どうですか。3人でうまく技を組み合わせて、うん、力を合わせて頑張ったと思います。でも本当どっちに、ね、転んでもおかしくない試合の中で決めましたけれども、さあ怪我の方もちょっと心配ですけども、はい、今日は2人とともに頑張ってくれました。すごい気使ってもらっちゃって、嫌な顔しいとこ、持っていかせてもらって本当に後までとまあこの調子でですね8月25日の武道館大会の方も頑張ってください、はい、おめでとうございました。恐竜が来た、急ごえ急ごう。横浜プリンスホテルにてただいま開催中。中国太古の恐竜を日本初公開。恐竜が来た、急ごえ急ごう。立派なスパイだ。違う、違うんだ。どうしてるのかな、あいつら。みんな無事に日本に帰ったのかな。望郷の思いを胸に極寒のシベリアで耐えた抑留者たち、祖国を家族を思い続け死力を尽くした男の遺書、感動の事実を描いた物語、ラーゲリから来た遺書、金曜夜9時3分。ワーズワースの庭へようこそ。陽光あふれる豊かな自然の中で過ごす南フランスプロヴァンスの夏をご紹介します。金曜夜11時半はひまわりと地中海です。グダモンボンバー大先生、我々芸能人はスポーツするぞ。あの新風大衆改め坂本一生も登場。芸能界最大のスポーツイベントに日本中が興奮のうるつぼ。14日夜8時生放送。5月3日戸田市スポーツセンター、この試合を皮切りに3ヶ月以上にわたる戦いを繰り広げてまいりました。ジャパングランプリ93、ブルーゾーン、そしてレッドゾーンに分かれまして全56試合が行われる予定でありました。現在のところ55試合が消化されております。いよいよ今日が最後の一戦。8月21日後楽園ホール、決勝トーナメントの組み合わせはどんな形で決まるんでしょうか。まずは今 LLPW ハーレー斉藤登場であります。ジャパングランプリ93レッドゾーン公式戦の最終戦、30分の一本勝負。ハーレー斉藤と戦うのは北斗晶であります。新規に染まるリング、ここをまたも連れ染めていくのか北斗晶。いつものコスチューム、手には木刀がしっかりと握られております。 8.25 風間組との戦いが待ち構えています。北斗晶、LLPW 風間海との戦いを前に、同じく LLPW ハーレー斉藤との戦いをかけては通ることができません。リングに参上、北斗晶。さあ両選手の紹介、メインイベントジャパングランプリ93レッドゾーン公式戦、30分一本勝負を行います。青コーナー LLPW155 パンスハーレー斉藤、赤コーナーデンジャラスクイーンナスカチョーラスオレンタレスオールパシフィックチャンピオン155パンス北斗晶。
レフェリー東京矢沢ジャパングランプリ93レッドゾーン公式戦最終戦です。これで全て56試合全ての予選が終了するわけであります。これによりまして4名の選手が決勝トーナメントに進むことができます。決勝の場は8月21日後楽園ホール。さあハーレー斉藤がここまで本当によく戦っています。さあそして北斗晶、体格では完全に北斗晶が勝っています。ハーレー斉藤がこの北斗に対してどんな戦いを見せるか、激しい火花というよりは何か北斗の眼差しを見ておりますと冷たい火花というそんな感じがします。冷たく青い火花が散った。さあ対角線に振るか、青コーナーサイドに移っていった。あーっとしかしこのキックは不発。よく見ています北斗。さあそしてロープを使うか。さあそしてキック、あれ斉藤、しかしここはキック攻撃を見せます。さあ56試合が行われてきたわけでありますが、ジャパングランプリ93そのうちのレッドゾーンの公式戦最終戦。さあそのレッドゾーンなんですが、このレッドゾーンはもう決定してるんですね。そうですね、この1試合だけが残っておりますが、はい、まあ、一応北斗とねハーレーがあの5点ずつでね、はい、1位2位どちらかが1位2位と、はい、今日勝った方がトップになるわけですね。なるほど、そうなりますと21日の後楽園ホールでの決勝トーナメントの組み合わせが変わってくるわけですね。そうですね、ブルーゾーンは一応ね、はい、堀田とトヨタが、はい、同じ5点ずつでね、決勝進出トーナメント進出を決めてますけど、はい、この場合同じ勝ち点なのでね、当日抽選になりますね。当日の抽選ということになりますね、はいはい、それで、レッドの1位とブルーの2位、はい、ブルーの1位とレッドの2位という組み合わせですね。なるほど、ですからまあ勝ってもまだ組み合わせがわからないという感じで、ね、そうなんですね。当日にならないと、このレッドゾーンとブルーゾーンの組み合わせどういう形でこうレッドゾーンとブルーゾーンの1位2位が組み合わさっていくか、その辺が非常に難しいわけであります。さあ、まあ、ブルーゾーンの方は簡単にご紹介しますと、堀田トヨタが勝ち点5得点5で、まあ、トップ並びました。堀田の方が5勝2敗、トヨタの方は4勝1敗に引き分け、これによりまして得点5でトップ、惜しかったのが井上京子で 4.5 という、ね、得点 ね、 そうですね、最後にトヨタと引き分けたのが痛かったです ね、 ね、それが結局最後の 0.5 ポイントという、ね、大きな差になってしまいました。さあそしてレッドゾーンの方は北斗晶、ハーレー斉藤が共に負けなかったんですね。これそうですね、北斗晶の方が4勝2引き分け、そしてハーレー斉藤の方も負け知らず4勝2引き分け。このハーレー斉藤アスカ、これアスカに聞きましょうか、はい、ハーレー斉藤のねこの4勝2引き分けという成績はどんな風に見ますか。ハレの実力からしてみれば妥当な戦だと思いますけど、まあ、でも違う団体に囲まれてね、違う団体の選手に囲まれてよく頑張ったと思いますね。あ、なるほどね。試合前ちょっと話したんですけど、やっぱり脇腹をね肋骨を骨折 しましたよね、はいはい、あれがやっぱりまだ治りきってないんで、あ、今その辺ですかね、狙ってるのはずっと北斗が狙ってますけど、そうですね、それがちょっと心配だとは言ってましたけどね。あ、なるほど、その辺りは逃しません。はい、はい、このリーグ戦優勝ももちろんなんですけど、まあ、武道館も控えてるし、はい、まあ、その後 LLPW も1周年29日に周年記念を迎えるんで、なるほど、はい、まあ、そういった意味でももうこの試合頑張らなきゃいけないと言ってました。なるほどね。さあリング外に飛び出してまいりました両選手でありますが、ハーレー斉藤やはり左の脇腹を抑えてますんで、先ほどアスカが言ったね肋骨ね、あの辺がおそらくこの攻撃の中でもかなり傷んでくることでしょう。また行く、いつ攻撃、もう一回、あーリング下に、あーこれはちょっとハーレー斉藤、あ、これは今リングアナウンサーから場内のファンの皆さんには説明されておりますが、阿部さん、これは場外カウントアウトはなしということでよろしいですね。そうですね、今の攻撃も一層脇腹にぶつけてますね。ぶつけてましたね。いわゆるラフファイトではありますが、攻撃はラフじゃないですね、ピンポイントですね。そうですね、もう完全にもう脇腹一点に攻撃の先をもう向けております。あ、今イーグル沢井選手ですかね。そうですね、イーグル沢井選手が今抱き寄せて、その後ろからはどうやら半田美希選手のようでありますが、8月25日
日本武道館ではこのイーグル沢井、半田美希、そして今戦っているハーレー斉藤、これに大沢ゆかりとレオ北村を加えまして、全日本女子のブル中野、南、三田、下田、バットというこの5対5のイルミネーションマッチが行われることになっております。時間無制限の5対5イルミネーションマッチ。さあここで悟り固めに入っていく。さあどうか、ハーレー斉藤、やはりアスカ、ハーレーとすればね、はい、ここで LLPW 魂を見せて、うん、そしてそれを引き継いで今度風丸美がこの北斗晶と、はい、そういう形に持ってきたいところですよね。まあ、風丸と北斗の因縁もありますからね、そういう意味でやっぱり代表としては、はい、この試合負けられないですよね。阿部さん、この風間と、ね、北斗、ちょっと試合からは外れてしまいますが、ファンの皆さんに分かりやすく説明していただきたいんですが、北斗とこの風間の因縁、これは北斗の方がどうなんですか、喧嘩を打ったということはよろしいんですか。そうですね、まあ、そんな感じですよね、何かあの社長失格みたいな、ね話をね、北斗がしたというような話を聞いてますが、まあ、もう本当に今ねどこにでもこう飛びする感じですからね。そうですね、一触即発、はい、まあ、はい、言い方ですけども喧嘩を打った方が勝ちみたいな感じになりますからね。なるほどね、逆に阿部さん、そういう喧嘩を一つ売ることによってまた自分の存在がアピールできるし、 そうですね、それによって一つ自分のカードがね、確立されるわけですからね、はい、一つのこれは手段と言ってもおかしくないですよ ね、 すね、まあ、もちろん自信がなければできないことですよね。確かにそうですね、まあ、北斗の性格からしてね、来るものはもう来るものどころかね、はい、来ないものまで全部ね、叩きのめそうというようなね。本当ですね、はい、あのカンボリとの死闘が今も何かまぶたに焼き付いておりますが、エンズイギリ高等米のキックを見舞った。さあここで一気にハーレー斉藤、形勢を逆転するか。ブレンバスター、早い回転、低空飛行のブレンバスター、2位を一発落としておいてからカウントは2つ。あー、トムナイタに強烈なキック。やっぱりアスカ、ハーレー斉藤とすればこのキック攻撃ですかね。うん、そうですね、スープレックス系もね、ハーレーは結構出しますけど、やっぱりキックで持っていきたいでしょうね、はい、そしてさっきちょっと見せかけましたがラウンディングにいるキックね、はいはいはい、ああいった技も飛び道具して持っておりますが、先ほどはホットにそれを見切られてしまいました。さあそして、まあ、ある程度ロープを使ったファイトもハーレー斉藤やっておいてもおかしくはありません。アスカ、こういう時っていうのはね、はい、レスラーの考え方として、はい、この後北斗晶がね、風丸見てやるわけでね、はいはいはい、もちろんそのここでちょっと腕の1本や2本という、ね、感じのね痛めつけ方をしてもおかしくはないですよね。そうですね、まあ、それもありますけど、まあ、ハーレーとしてみれば、やはりこの試合クリーンに、なるほど、自分の実力で北斗を倒したいという気持ちも強いような気がしますけど ね、 ね、確かにね、その試合の前にね、武道館の前にね、美味しいところを持ってきたいみたいなことを ね、確かに言ってました。ハーレーここにあるというところで見せるいいチャンスですからね。それやはりリーグ戦ね、レッドゾーンでもやっぱり、はい、あのね、やっぱり勝って進みたいでしょうし ね、ここまで負け知らず井上貴子と山田俊夫に対してだけ、引き分けがありますが、あとは渡辺智子、長谷川早紀江、三田悦子、南鈴香と破ってまいりました。さあここは北斗晶のチャンス、すっと立ち上がったトップロープ、ゆっくりとハーレー斉藤が立ち上がる。さあ何が飛び出すか。あーと強烈なキックが鳴っていた。これは強烈、お腹を押えて苦しがるが、しかしここでもキックが鳴っていた。しかし北斗晶かなりこれは苦しそう。いやー、阿部さん、これは狙ってましたねハーレーもね。そうですね、いいタイミングでした。いいタイミングでしたね、落としましたよね、落としましたね。さあ強烈キック、いやー、あの体勢からよくキックが出てきました。すごくなんていうんですか、回転のいわゆる、モータースポーツでいうと R がね小さいという ね、回転がスムーズですよね、半径の小さな非常に素早いキックでありました。カウントは2つ。ハレのキック、フット性が高いですね。あー、なるほど、フット性が高い、あの外さないという意味で。あー、なるほどね、確かにあれだけの回転でね、相手に当たりますとね、相手も避けきれませんね、あのスピードはね。そうですね。さあそしてこの辺りの細かいプレーもうまく決まっていますが、カウントは2つであります。
ジャパングランプリ93レッドゾーン公式最終戦、北斗晶、ハーレー斉藤、全勝対決。さあロープに振るか振り返すか、さあ逆に持っていった、さあノーザンライト、さあどうか、カウントは2つ。違う団体でのメインイベント、果たしてどんな気持ちでありましょうか、ハーレー斉藤。さあ背中のあたりに足を、つま先を立てて持ってきております。こういったラフファイトも完全に板についております。さあランディングにいるキック、ようやくハーレー斉藤の流れになってくるか。あ、しかし足払い、今のハーレーの状態からしたら受け身一つ、肋骨に効きますからね。あ、そうですね、忘れちゃいけませんね。そして北斗晶の方も膝がやや心配の種ですね。この辺りは会うたんびにやっぱり膝が悪いって言ってました。いつ抜けてもおかしくないというような話を聞いておりますが、カウントは2つ。結局この古傷を抱えたまま大一番を迎えるということになりますが、その前に阿部さん、ちょっと北斗は休むことができませんね。21日の決勝トーナメントも結構厳しいでしょうからね。ちょっとあの膝は心配ですけどね。あ、またちょっと左膝を抱えてます。抜けましたか、どうでしょうね。あ、膝がどうやらまた抜けたかな。リング上ではハーレー斉藤も左の脇腹を抑えてやや苦しそうな表情を見せております。上げろレフリー早く。さあ、あ、なんとかなんとか試合ができる状態になったか北斗。しかしこれは大きなダメージ、大チャンスを迎えましたハーレー斉藤。さあ全勝でレッドゾーンを制するか、最大のチャンス、流れ式のブレンバスター。さあどうか、カウントが入る、カウントは2つ。北斗晶が知ってない、北斗晶膝を抱えながら膝を抑えながらカウント2で跳ね返した。そしてまだ立ち上がろうとしている後ろから襲いかかったバックドロップ。いやー、頭が下がります。しかしハーレー斉藤も完全な状態とはもちろん言えません。北斗も、ね、ここまで無敗できた以上ね、膝の怪我で負けたくないでしょうからね、はい、そして風間ルミの前にね、はい、ハーレー斉藤に負けるわけにはいかないって言ってましたよ、ね、ハーレーが倒せないでなんで風間だと言えるかというような話もしておりましたが、さあドロップキック、膝は大丈夫か。キックを放った後膝を押さえている。さあトップロープ場外へ飛ぶか、飛べ込むか、飛べ込むヒーロー、飛べ込むヒーロージャストミートだ。さあどうか、いや、あの膝でトペコンヒーローを出しますかね、阿部さん。まあ、それが北斗の北斗なる家ですよね。それが北斗、まさに北斗の魂を見た気がします。場外からの鮮やかなトペコンヒーロー、アスカこれ完全に捉えたでしょ今。もう本当にジャストミートでしたね、完璧でしたね今ね。いや、またこれが肋骨に響いたか。しかしもちろん自らの左膝も痛めています。肉を切らせて骨を断つか。さあ流れ式の体勢に入るトップロープ、流れ式ブレンバスター、まだノーザンライトボムは出していない、前科の宝刀は抜いていません。さあどうか、カウントが入る、どうだ、カウントは 2.8。 ハーレー斉藤も苦しい、脇腹を抑えっぱなし、左膝をかばいっぱなしの北斗、そういうすごい戦いになった。レッドゾーンの公式最終戦、あ、逆に返した、そのままホールド、どうか、どうだ、まだ決まりません。30分の一本勝負、熱い戦いが続いています。神田美希が、そしてイーグル沢井が大きな声を飛ばしている。さあどうか、バックを取るか、バックを取った。さあそのまま、今のは阿部さん
さあカウントが入る、カウントは2つか。ノーザンライドのハレー TS だと思いますけどね、そうですね、ちょっと崩れたので、はい、いやいや若干崩れましたね、さあそしてトップロープに登る、何が出るんだ、何が出るんだ、さあ手拍子を要求している。霞ヶ浦文化会館、しかしこれはよく見ていました、ハーレー。さあそしてタイガーか、さあどうだ、チャンスはどうだ、タイガードライバーも出てまいります、タイガースープレックが出てまいります。さあセカンドロープ、トップロープ、ハーレー対等、チャンスを迎えた、飛ぶ、しかしこれも見ている、一体どちらだ、一体どちらだ、さあそのまま落とした、強烈、強烈、決まった。いやー最後はタイルドライバーですがね、パワーボムのような感じですよ、どちらですかね。いやー今のは、タイルドライバーに入るような回転を持ってきて、そのままパワーボムで落としたんですね。まあ横り式のねパワーボムっていうか、ドライバー系ですけどね。そうですね、はい、いやー今のは完全に振った瞬間に2人の体が宙を舞いましたね、まあまあ入り方は違いますよ、タイガードライバーですね、いわゆる。あなるほどね、はい、はい、さあ北斗晶、ハーレー斉藤、無敗決戦でありますが、結局北斗晶が勝利を収めて、これでレッドゾーン1位、そしてハーレー斉藤がレッドゾーン2位という決着となりました。まだ両者がリング上立ち上がることができませんが、さあ今ゆっくりと北斗晶の手が上がりましたが、これで8月21日後楽園ホールの決勝トーナメント、北斗晶、そしてハーレー斉藤、堀田由美子、豊田真奈美、この4人によりまして決勝トーナメントが行われるということになります。その組み合わせは当日の抽選次第ということになっております。いやしかしですね、阿部さん、はい、今日の試合を振り返ってもらいたいんですが、北斗晶ちょっとこの後まだ休みもあります、やや日にちはありますが、ちょっと気になる左膝のねえ今の場面ですね、優勝にはね、大きな障害になるんじゃないかと思いますけどね、まあ、堀田トヨタがね、はい、見たところこう調子いいですからね、ちょっとねその辺の21日の決勝トーナメント、あるいは25日の大一番武道館決戦が気になるところでありますが、さあそれではこの辺りでインタビュールームを呼んでみたいと思います。長坂アナウンサー、よろしくお願いします。はい、レッドゾーン公式戦を全勝で制しましたですね、北斗晶選手にお話を伺おうと思ったんですが、とても膝の状態がそれどころではないということで、インタビューの方はできないということになりました。こちらからは以上です。はい、わかりました。やはり北斗晶選手の膝の状態がかなり悪いようで、これは後楽園もそうですが 8.25 の武道館もやや危うしという感じがいたします。さあアスカ、はい、今日のベストファイター、はい、ジャパングランプリのレッドゾーンの、ね、2人の試合も良かったんですけれども、まあ、アジア相手にあそこまで頑張った、はい、負けはしましたが頑張り抜いたバット吉永選手に送りたいと思います。バット吉永選手、はい、ね、アジアがあんだけ苦しんだんですからね、今日は本当に頑張りましたバット吉永選手に、はい、それではベストファイターということであります。さあいよいよ8月25日は大一番が待ってますね、武道館。そうですね、一言いいですね、まあ、遅いのをね、最後にこうバッと燃え上がらせるね、華々しい試合を期待したいです。そうですね、はい、それでは 8.25 武道館で皆さんとお会いしたいと思います。最後は今日のフィニッシュシーンでお別れいたします。